はい、今週も始まりましたブラックヒューマナリスト新田亮のブラック事件簿でございます。もう新生活も始まって、でもうゴールデンウィークがね、もう今日から入って、今日から明日から入るんですか ね、会社になれない方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、明けからまた頑張って出社いただきたいと思いますけどね、はい。でまあ、自己紹介はほどほどにしまして、今日はですね、いつもだったら結構ね、いくつかテーマを分けて3部構成ぐらいにしてニュースをお伝えするんですけども、ちょっと今回は結構、ね、根が深い問題を扱いたいということで、1個だけ、はい、このニュースに関して、解説をしていきたいなと思ってます。どうだろうな、あんまりこうなんですよ、専門的なお話なので、そんなに、ね、ニュースとかでご覧になったことがない人もいるかもしれないんですけども、そう、住宅不動産のね、大手企業野村不動産という会社がありまして、でそこに対してですね、ちょっといろいろ問題があったということで、厚生労働省が特別指導っていうのを与えたっていうのが去年あったんですよね。でそれに対してこうマスコミがね、いろいろ取材した結果、その指導の裏にはいろいろね、ややこしい問題があったというのが分かった。でそれを追及しようとしたマスコミがですね、記者会見を開いたんですけども、東京労働局長がですね、それに対してちょっとね、牽制するような発言をして、ちょっと炎上しちゃったっていう事件があったんですよね。で事件そのものはね、そんなに大きくニュースにならなかったんですけど、かなりこれはいろいろ労働問題について根が深い話なので、詳しく述べていきたいなと思ってます。ちょっとじゃあ時間が許す限り概要を説明しましょうかね。はい、ですね、まず不動産大手の野村不動産という会社、去年ですね、東京労働局から特別指導というものを受けちゃいました。はい、で、これが、ね、マスコミ、新聞とかテレビとかで結構報道されたんですよね。で一応厚生労働省側としては、いわゆる裁量労働制ってとちょっと問題になってましたけども、ちゃんとうち指導してますよと、コントロールしてますよってい こう PR 的な、ね、文脈を感じたんですよね。はい、でその指導の、まあ、問題があったら何があったかって言いますと、その裁量労働制をね、法にのっとってやってなかったと、ちょっと問題があった運用方法があったので指導しましたよって話だったんですが、はい、ここにはいろいろ裏がありましてね、その裏について何が問題なのかということをいろいろ述べていきたいと思います。詳しくは CM の後で。はい、締め開けましたので詳しく説明していきましょう。まずですね、背景から説明します。不動産大手の野村不動産という会社がありまして、まあ、社員数約2000人ぐらいいますね。そのうちの約600人の方がですね、その企画業務型裁量労働制という制度に沿って仕事をしていましたと。で、まあ、裁量労働制の詳しい説明はちょっと後半でお時間の限りやりたいと思うんですけども、まあ、簡単に言いますと、ね、その会社に来ても来なくてもいいし、自由に時間自由に働けますよと、ね、で、仕事の内容に関しても指示されずに自由に考えてできるんですよっていう、結構まあ自由が非常にある働き方です。その代わり、労働時間の管理あまりしないでですね、決まった給料の中でやってねっていう制度なんですよね。で、まあ、これ厳しい条件がついてましてね、で本社なんかで企画立案調査とか分析を行う専門職の方向けのお仕事なんですね。なのでその仕事をしてないと、そう、この制度使えないんですよ。なんですけど調べたところですね、実際はその600人のうちの多くの方がですね、その範囲の中に入っていない、いわゆる営業業務をやらされていたということが分かりまして、これはその制度の悪用、違法なんですよね。なのでそれはダメだよということで、労働局が指導しましたよという話でございます。もう別に問題ないですよね。はい、で、是正勧告ということでちゃんとしなさいねというふうに口頭で指導しまして、改善しなさいねと言ったんですよ。で、それをまあこういうことでやりましたよ、特別指導しましたよっていうこうね、報道したんですけども、実はその裏にはね、もっと言えない問題があったってことが後から分かりました。朝日新聞さんの報道によって分かりました。何が問題だったかと言いますと、そう、なんで特別指導、ね、普段のそういう 業務範囲の中にないような特別な指導をしたのかっていうと、実はね、その裁量労働制をね、本来の範疇から違う形で使っていたことによって、過労自殺をした社員さんが実はいたということが後で分かりまして、でそれが1月あたり180時間というね、もう過労死レベルを優に超える長時間労働が原因となった形の労災があったということが分かったんですよね。でもこれは当初の厚生労働省の発表にはこういうのを言ってなかったので、なんか隠してたんじゃないかというふうにこうね、マスコミ側が指摘したわけですよね。うん、で
実際にね、そういった再労働制に関しては、当時ちょっとマスコミでもいろいろ疑問があってですね、実際これって働き潰される感じじゃないのと、ね、そういうことに対して、厚生労働大丈夫だよと言ってたんですけども、これってやっぱり問題があるんじゃないだろうかというふうに、まあ、今日疑念が湧き上がったわけですよね。はい。で、一応ね、政府の方では、働き方改革ということで、この法律も進めようという動きになってたんですけども、実はこれやばいってことが分かってね、隠したんじゃないのかというふうに言われたわけですよね。確かにこれ心配になりますよね。で、当時その2月ぐらいだったかね、今年の2月ぐらいに、ちょうどなんか政府のね、答弁で、その再労働制を適用してる人、適用していない人で、労働時間がどんだけ違うかっていう比較データをね、出して説明したところ、そのデータにね、結構いろいろそこがあったと。改ざんがあったんじゃないかということはちょっと議論されたタイミングだったので、ここでそういう問題が起こるとなると、そう、再労働制もまずいんじゃないのっていうふうに多分指摘されることは、まあ、明らかでしたよね。なので、まあ、隠したんじゃないかと言われてましたという感じでございますね。はい。で、ここで、まあ、ここにケチがついちゃうとですね、同時に進めようとしている政府の法案ですね、例えば残業時間の上限規制とか、労働者の賃金とか、まあ、一緒方に4つぐらいの柱で進めようとしている働き方改革の流れがですね、そがれるんじゃないかということで、まあ、ここバレちゃうとまずいから隠してるんだよねっていう疑問がやってたわけですよね。確かにそう思うのも、まあね、自然な感じですよ。で、あとですね、ちょ、まあ、ここからさっき私の分析になるんですけどね、じゃあその特別指導をしましたよっていうふうに厚生労働省、労働局は言いました。で、特別指導っていう言葉だけのね、ニュアンスで聞くとですね、いかにもなんかすごい悪いことをした会社に対して特に厳しく注意したよっていうニュアンスを感じるんですけど、よくよく調べてみるとですね、その厚生労働省の方で その是正勧告とか、いろんなまあ行政指導的なメニューの中に特別指導っていうメニューはないんですよね。で、その時、まあ、勝手に作った感じの言葉だったということも分かりまして、で、なんかあえてわざわざね、特別ってつけることによって、ね、特別なことしたよっていう、これも印象操作なんじゃないかというふうにまあ思われちゃったわけですね。確かにこれはもう私も弁護のしようがないというか、ね、そういう意図があったのかもしれないなと、やはり思ってしまうところでございますと。ということで、で、一応ですね、まあ、この特別指導という枠とはまた別に、今その厚生労働省とか労働局の方ではですね、悪いことした会社の社名をもう公開しますよ、バラしますよっていうことはちょっと前からやってたんですね。で、じゃあそのどういう会社がそれ対象になってくるのかっていうと、長時間労働がある労働基準法とかの違反をした会社っていうのが、まあ、公表対象なんですよね。で、今回の野村不動産の場合はですね、再労働制を悪く使っていたとか、労災があったっていうことが問題になったわけですけども、これは実は本来の意味での社名公表対象ではないんですよね。あくまで、まあ、是正勧告しただけなんですよ。で、なので、どう考えてもちょっとね、厚生労働省がうまい具合にこう、基準をね、使って、で、本来対象ではないものをね、公表してるんじゃないかと、やっぱりこれもなんかポーズなんじゃないかというふうにこう指摘されるわけですよね。それでなんかいろいろ怪しいとなってくるわけでございます。で、やっぱりそれをね、やっちゃうとなると、やはりマスコミとか野党の方からですね、いろいろまあ指摘される、突っ込まれることが多くなってくるリスクはあるわけですよね。その再労働制って今の段階でもね、今度は過労死する人が出てきているのに、それを拡大しようとする法案を通そうとしてるじゃないかと、ダメなんじゃないのというふうに、ね、突っ込まれる可能性が出てくるわけでございます。とすると、やはり今はね、政府として命運かけて改革進めようとしていく中で、まあ、ケチがついちゃうだろうと。ということで、まあ、隠したんじゃないかというふうに思われたわけですよね。まあ、これは確かに思われても仕方がないことだと思いますが。はい。で、なので、まあ、それが問題だというのがありまして、それ以降ですね、野党も、あとマスコミ、一部のマスコミもですね、この件に関しては非常に追及をしています。隠してるんでしょうと。実際何があったんですかということをいろいろ言ってますよね。はい。で、まあ、この辺に関しては、まあまあ、ちょっと政治省的な部分もありますので、マスコミ報道にお任せをするとしましてですね、今回、まあ、なんでこの番組でこれ取り上げたかと言いますと、そう、やっぱ根っこが深い問題があるからですよね。二つありまして。で、一つが、この裁量労働制を、まあ、ね、本来の範疇から違うように、まあ、都合よく使ってる悪い会社があるよねっていう問題、これ一つと、あとは、ちょっとまあ先にこっちの方から話をするんですけど、そう、マスコミが結構ね、大騒ぎをした、その時の顛末の一部がありまして、労働局長がね、問題発言をしたよというのがあったので、ちょっとこの辺に関してちょっとね、話をしていきたいと思ってます。
先にじゃあですね、労働局長の問題発言事件についてちょっと話をしていきましょうか。はい。で、まあそういった今までの話をした経緯がまずありまして、で野村不動産に特別指導しましたよとはあなた言ってますけれどもと、まあでもそれをその時に過労自殺とかね、あの労災があったって言ってなかったじゃないかと、なんで隠したんだっていうことを、まあ、結構マスコミから追及されたんですよね。でそれでまあ労働局長、東京労働局長と東京労働局の一番トップの方が記者会見に出てきまして、でマスコミの集中砲火を浴びましてですね、でなんて言ったかっていうと、ちょっとまあなんでしょうね、立場悪くなったからなのか知らないですけども、皆さんの会社に行って是正勧告を仕上げても引代表的なことを言ったわけですね。皆さんというのはマスコミ各社のことでございます。で多くのマスコミでもそういった労働基準法違反がないわけじゃないからねっていう発言をしたわけですよね。要するにそういうまあね、都合が悪いことを追求するようなことをやってる会社には後からね、あの是正勧告に行くぞと、労働基準監督官向かわせるぞっていう意味のニュアンスだったと思われますね。はい。でこの発言、まあ多分まあね、局長としては軽口のつもりで、ジョークのつもりで言ったのかもしれないんですが、これがですね、マスコミからだいぶ上げ足取られちゃったというのがあったわけですよね。で、当日もね、新聞とかネットニュースにだいぶ載ってました。で、あのこの労働局長の発言を、まあ、取ってですね、もうマスコミに対する恫喝なんじゃないかというふうにこう非常に強く反発をしていたんですよね。で、まあ、結果的にはその発言の責任を取った形で、まあ、発言を撤回してオペするということになりまして、で、厚生労働省本省の方においてもですね、一応まあ公務員としての信用失墜行為だと当てはまるということで、まあ更迭されちゃいましてですね、で給料も減っちゃったという処分になってしまいましたと。これが天罰ではありますと。ここで問題なのは、ね、その発言がどうなのかっていうところと、マスコミの反発どうなんだっていうところになってくるわけですよね。はい、これは結構興味深く思って見てました。で、まずまあこの発言何が問題なのかっていうと、まあ、いわゆる簡単に言うと職権乱用なんじゃないかっていうところですよね。また例えばちょっと変わりますけども、じゃあ例えばね、マスコミが、その警察に対してね、取材かけましたと、警察の組織がたるんでんじゃないかと、腐敗してんじゃないかみたいなことを突っ込んだときに、じゃあ警察がですね、それに反発をしてですね、お前たちの会社はもう人のこと言えないだろうと、そんなことになったら逮捕するぞみたいなことを言ってるのとあんまり変わんないニュアンスのことなんですよね。とすると、まあ、間違いではないにしても、ちょっと倫理的にどうなんだって話になってくるわけですね。マスコミはそれをついたわけでございます。で、まあ、絶対いろんなメディアの人はこう言ってましたね。まあ、そういうふうに恫喝をすることによって追及を止めるっていうことなんじゃない、牽制なんじゃないかと、よくないぞという話ですよね。で、あとはそういうことをやることによって、まあね、真実は認めてんじゃないかっていう反発もありました。はい、ちょっとじゃあ続きは CM の後にお話をしましょう。はい、続きでございます。ということで、その東京労働局長のね、まあ、本人は軽口のつもりで言ったかもしれない発言に対して、結構ねマスコミがだいぶ反発をしたわけですよね。そういったまあね、疑惑を認めてるようなもんじゃないかとかね、あとはその、まあ、当然ね、政府でその過労死が出るような法案を通さないで問題になってましたんで、じゃあそのね、過労死に犠牲が起こってるってことを、ね、その過労死を増やしかねない制度の導入 PR に使うっていうのはもてのほかであるという話でね、いろいろ反発がありました。これはマスコミの関係者からの反発でございます。で、まあ、ただ一方でですね、マスコミと関係ない、まあ、外野の方々からは、まあ、この局長の発言として確かに職責上どうなのかっていう、まあ、倫理的な問題もありながらも、でも本当のことだよねみたいな、結構共感する発言というか共感する見方も多かったんですよ ね。やはりマスコミ側もね、やっぱり図星でしょと、当然ながら労働基本違反的な働き方してますよねみたいなのはありましたし、ね、で、まあ、局長としてはその後の言い訳でですね、舌が滑ったと言ってましたけど、やっぱり舌が滑るにしてもそういう思いを普段から持ってないと言えないよねなんていうね、見方もありましたし、で、あとはそのまあ恫喝だってマスコミは言ってましたけども、まあ、記者会見の様子見てる限り恫喝とは思わなかったですねと、記者としてもそう言わせないように自分たち畑で変えたらいいんじゃないのみたいな話もありまして、まあ、これはこれでそうだなと思う部分も正直ございますよというところですよね。はい。でですね、ちょっとここでまだ私のまた見解が入るんですけどね、まずご存知の方も多いのか、あまりいらっしゃらないのか分かんないですけど、なんか問題が起こってこう犯罪が起きましたと、犯罪者を逮捕できる権限を持ってるところどこですかなんて聞くと、元の警察はそうなんですけど、実は労働基準監督署の労働基準監督官もですね、逮捕できる権限を持ってるんですよね。労働基準法違反をした現行犯にあった人間に対しては逮捕する権限を持ってる、結構強い権力を持っている組織なんですよね。
で、その諸野基準監督署っていうのがまとまって労働局っていうのがまとめて見てますと。で、労働局の局長というとそのまさに総元締めなわけですから、結構ね権限権力ある存在でございますと。で、それはそれでちゃんと持っておいていただきたいわけですけども、その局長がですね、その気分の問題とかで企業にいつでもねその行政処分できる権限を持ってるのを、振り回されちゃったら困りますよねということがあるわけですから、で、ちょっと言い方厳しいですけども、その権限職権をですね自分本人としてのこう権力と勘違いしちゃうとそれはまずいですよねと。だからおごりだなっていう批判があった通りで、それは仕方がないところで、批判を受けても仕方がないんだろうなというのは私もあるところでございます、思うところでございますね。はい。で、そのやり取り見てますと、だから特別指導というのもね、別にそういうのが決まりがない中で無理やり作り出したようなところもありましたし、局長の発言もあったということもありましたので、やはりその厚生労働省自体がですね、やはり結構その法の解釈とかその運用とかに対して結構恣意的な、ね、なんかこうこのケースは OK だけどこのケースはダメよねみたいな市場が入ったような感じで恣意的な部分があるんではないかという疑念が出てくるわけでございますね。はい。でやはりその労基法の運用に対しても結構ね、感覚とかね、たまたまっていうところで運が悪い、いい悪いで決まってしまう部分もあるかもしれないということで、結構そういう意味では疑念が広がってしまったんじゃないかなというのはちょっと悪手だったかなという感じはしてますよね。でやはりね、今改革を進めていくためには政財界一体になってやらなきゃいけない中で、ね、その感じの厚生労働省がねそういった法の運用に関してなんかすごくパジーな部分があるとなると、ちょっと疑念が生じうるわけですから、しっかりやっていただかないといけないなというところでございますと。はい。で、あとはですね、やはりその先ほどもちょっとあったような違法があった会社の社名を公開しちゃうよというね、皆さんずっとやってるわけですけども、やっぱり公開してる会社って大体がですね、みんな名前してるような大手企業ばっかりで、それね見せしめ的なところもあるんだろうなと、本気でやるぞっていうスタンスを示すためにもみんなが知ってる大手をいわば吊るし上げてですね、悪じゃないかというふうになってるところもあるかもしれませんので、やはり企業の大きいちっちゃい関係なくですね、違法があったら違法があったということでしっかりと対処していただいて厳しい処分をしていただきたいなというのがありますし、ね、それができない理由として言われるのが、その労働基準監督官の数が足りないとか労基署の予算が足りないとかっていうのがありますので、さあそれでちゃんとね対処していただいて予算増やしてやっていただきたいなというところでございます。はい。これがまず一つの問題点でしたね。で、後半の部分がですね、今度はその、ね、そもそもの、その裁量労働制という制度そのものについての問題ですよね。はい。で、その裁量労働制の、適用があるないとかでいろいろね問題があったり、判断が分かれる部分があったりして、実際今回のケースでは過労自殺としては出たわけですから、やはり問題があるかもしれないという感じで対応していただきたいですよね。なんですけど実際はいろいろ問題がありますと。はい。で、ちょっとこの辺の話をしていきましょうかね。でまずその法律に関してなんですけど、もう裁量労働制ってなんだというところなんですよね。で、これ結構マスコミとか野党がこれだいぶね目の敵に批判をしてるんですけども、マスコミもかなりね変更報道が厳しいんじゃないかなと思うところがありまして、裁量労働制とかね日本型新裁量労働制とか名前ちゃんとついてるのに、なぜかね違約しちゃって定額働かせ放題とかさね、産業者ゼロ法案とかって言い換えをしてる、結構これ悪意がありますよね。もうちょっとちゃんと中身議論しなきゃいけないんじゃないかという中で、中身どんだけ分かってんだっていう問題も出てくるわけですよね。説明します。はい。でまず結論から、また見解からお話しいただきますと、裁量労働制ってなんかすごくネガティブなイメージがついちゃったんですけど、その制度そのものはですね、別に何が悪いってわけではないんですよ。悪くないどころか、ちゃんとその、ね、運用がきっちりされていさえすれば、能力がある社員さんにとっては非常に、ね、いい都合のいい制度なんですよね。ただ今の段階としては、そのさっき事件であったようにちょっと抜け道だったりとか、ね、悪く使うための方法があったりするので、そこを何とかしないといけないですねと。それ何とかしないと、いわゆる合法的に、ね、違法、本来サービス残業とかって違法なんですけど、合法的にサービス残業をさせられてしまう制度になりかねないので、それは気をつけましょうねっていう話なんですよね。はい。で、もう結論から先に言っちゃいますとね、じゃその裁量労働制悪用されてはいけませんと。そのためにはちょっとさっきもありましたけども、労基署がねきっちりとお仕事をしていただいて、で裁量労働制が悪用ができないように、違反をしたら厳罰だよってなった方がいいわけですよね。今そうじゃないので問題ですよねって話になってますからね、変えましょうというご提案でございます。
さて、でじゃあここから改めて裁量労制なんだって話なんですけど、まず裁量労制っていうのはですね、普段の一般の会社で使っているような一般的な労働基準法でのやり方とちょっと違います。一般的な労働基準法というのは時間で区切るんですよね。1日8時間までとかつってね、9時から5時までとかっていう感じで、で働いた時間に対してはちゃんとお給料を払いますと、残業があったら残業代払いますって感じで時間管理なんですけど、裁量労制はもうちょっとね、あの社員さん一人に対して裁量が与えられます。文字通りで、自由にやっていい代わりに、ね、その仕事が終わったら時間かけないと帰ってもいい代わりに、その一定時間働いたとみんなしますよと、で給料はその一定時間分の給料しか払えませんよという感じなんですよね。はい、なので仕事が早く終わったらもう誰が残ってても早く帰れますと。はい、で、ね、早く帰ったとしてもいや定時分の給料はちゃんともらえますと、ありがたい制度ですよね。で一方で当然ながらね、給料が決まってますから、仕事が伸びちゃったり残業があった場合も残業代はないですよと、ね、決まった分だけの給料しか払えませんよっていう制度なんですよね。はい、そういうものでございます。はい、で、まあね、非常にこう合理的な部分、いい部分としましては、会社に行かなくてもいいんですよ。仕事は自分の家でもできちゃいます、ね、その時間管理じゃなくて正解管理ですからね。はい、でまあ、別にどこに行っても、別に、ね、国内にいてもこうハワイとかでやってても全然いいわけです。成果上げればね、はい、労働時間がどうかってことじゃなくて本当に成果が図られるという意味では、ね、まあ、量から質に変わるみたいな感じですかね。はい、非常に、まあ、できる方、自信がある方には都合がいい制度だと思われますと。はい、でじゃあその時間が自由ということで言うと、いわゆるフレックス制度っていうのがあるじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれないですが、フレックスは確かに、ね、いつ出社していつ帰ってもいいよという制度ではあるんだけども、この制度はですね、労働時間の縛りがあるんですよね。一月何十時間まで、何十時間の労働時間が必要ですよという必要があるので、じゃあ早く終わった日があったとしたら、次の日とかで、まあ、埋め合わせしなきゃいけないわけですね。で3時間で帰った日があるんだったら、次の日は9時間働かなきゃなんないみたいな帳尻合わせが必要になってくるんですけど、裁量労制の場合は必要なく、もう下手したら本当にもうね、月1時間しか働かなくても成果上げたからいいじゃないかってことができちゃうわけでございます。はい、ということでね、やっぱりそんだけこう自由の裁量が与えられるからには、誰しも使っちゃったらね、問題が起こりうるということで、もう結構法律で決まってます。使える職種が決まってまして、専門業務型、企画業務型と決まっていて、専門業務型っていうのはもう決まってます。19職種しか、ありませんよと、エンジニアとかね。はい、で企画業務型も、ね、例えばデザイナーとかね、そういったまあ専門的な知識を持った方でクリエイティブなお仕事をする方のみですよと決まってます。なので勝手に決めてはいけない、本人の同意も必要ということで、結構厳しい縛りがある制度なんですよね。はい、で私の周りではですね、まあ、マスコミでは厳しく批判されてますけども、周りでこの制度を使っている方は結構満足をしています。でもう仕事が忙しくなった時はなんか集中できる場所に自分で移動して仕事したりとかね、はい、無駄に会社にいなくてもいいからリフレッシュできていいなとかって言ってますからね。でマスコミの報道でネガティブイメージができたら嫌だなぐらい言ってますんで、そんな感じの制度であります。続きはシームナトリ。はい、では残り時間あんまり足りないんで急いでいきますね。はい、でまあ、今のところまでいいことを言いましたね。メリットばっかり言いました。じゃあデメリットは何かあるのかと言いますと、まあありますねと。はい、仕事ができる方にとっては時間を自由に使えたりすごく有利なんですけど、じゃあ仕事をできない人にとっては損ですねっていう問題と、制度を悪く使おうとすれば使えちゃうっていう問題、この2つがデメリットとしてありますよっていうところですかね。はい、まず仕事ができない方ね、時間内で終わらせられない方にとっては、この制度って非常に悪いんですね。まさに手が働かせ放題になっちゃいますとね。で1月分の仕事をこなすために、で300時間かけてやってる人も100時間かけてやってる人も給料同じですからね。じゃあその時間かけてやる分には残業代もないわけですから、まあ疲れちゃいますよね。ということはやっぱり自分自身の能力上げていかなきゃなんないわけですし、普段から勉強しなきゃなんないっていうことがあります。当たり前のことですけどね、まあ、できない方にとっては痛手でしょうねっていうところが問題でしょうと。はい、であとその違法に運用できちゃうっていうところですよね。はい、意外とこれね、みんな中身知らない方が多いの でこれは注意いただきたいところなんですけどね。はい、で例えばその決まった業務以外できませんよって決まりなんですけど、野村不動産の場合はね、そう企画職の人に営業をやらせてましたとか、あの京都にあるこの IT 系の企業ではエンジニアの人に対してプログラミングをさせてました。これ違法なんですよね。あと東京にある医療機器メーカーにおいては、企画業務担当で企画業務をしてたんだけども、一部ね裁量がない働き方をしていたって、結構細かいところまで指導が入ったりしてますんで、これは運用方法を知らないとですね、結構ね違法のやってるってことがありえますよね。
で、あとはまあ今回の場合、確か野村不動産って大手だからニュースになったっていうところもあるでしょうかね。多くの会社ではこの制度を使っておきながら、実は悪用しててもみんな知らないとか報道もされないっていうこともありますので要注意ですね。はい、なので問題なのは仕組みをうまく使えちゃうので、悪用する経営者の問題ですし、かつそれ悪用できてしまって別に痛手もない、罰則も緩いっていう法律の問題、両方なんじゃないかなというところはあろうかと思われます。はい、なのでぜひ、ね、罰則は厳しくやってほしいですね。今過労死起こってもね、過労死そのものに対して罰則ないですからね、労基法違反ということで罰金50万ぐらいで済んじゃいますから、まあ、厳罰化を希望したいなというところでございます。はい、あとはその裁量がないっていうのも問題なので、これはなんとかね、法律の運用を厳しくしていただきたいと思いますし、ね、うまくいってない中でね、AI 活用してもまあうまくいかないでしょうというところがあるわけでございます。はい、でその辺は厳しく、ね、管理職もタスクの分配とかをしていただいて、会社も儲かるように、工夫をしていただきたいですね、というところでなんとかうまくいってほしいもんですね。はい、ではお話は以上でございます。